こんにちは、タツノの八木翔雄です。今日は三木市にやってきました。三木市にある長澤さんの道の駅三木さんにお邪魔させていただいております。こちらでは、野菜コーナーにて、八木翔雄のサイモロミとユズモロミの、瓶入りをお取り扱いいただいております。ぜひ、きゅうりや野菜類などと一緒に、またご飯のお供としてぜひ一度、八木翔雄の、サイモロミとユズモロミを、ご賞味いただけたらと思います。三木市内の皆さん、また道の駅三木さんにお越しいただいた観光のお客様、ぜひよろしくお願いいたします。